皆さんにお伝えしたいことがあります。今回新たな彼氏を募集したいと思います。終了。何撮影するの？するの。何撮るの？え、待って、俺ここにいていいの？うん。ちょっと俺が喋りたいことあって。あ、そうなの？うん。どいた方がいい？え、いいんじゃない？大丈夫？うん。よしと。じゃあ、行きます。ひょにょ。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回はですね、皆さんにお伝えしたいことがあります。それはですね、今回新たな彼氏を募集したいと思います。イエーイ。パフ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 。はい、というわけでですね、今回はですね、僕ももうそろそろまあ亮と付き合ってどうだろう、何年ぐらいになってたのかな5年ぐらいかなになるんですけども、もういいかなと思って新しい彼氏を はい。何それ？何が？なんでそんな動画で撮るの？え？何が新しい彼氏を見つけるってどういうこと？え、でも、動画で、新しい彼氏を募集しようかな。え、なんで？なんでって？え、待って、それ本当に動画で出すつもりなの？今、どころ撮ってるじゃん。え、なんでそんなことするの？え、何が？ん？え、なんでそんなことをするの？え、なんか別の告知、なんかお知らせがあるから撮ってんのかと思ったらさ、うん、え、そんな内容なの？まあ、そうだね。うん。え、なんで、なんでえ、何が？なんで、飽きた？え、何が？え、俺に飽きたと。え、飽きたってこと？え、違うよ。別れたいってこと？え、別れるとかないじゃん。どういうこと？なんか募集しようとしてるよね。彼氏。なんでなんでよ。なんで彼氏を募集するの？一緒に住むんだね。どういうことよ？一緒に。ここに？うん。でも一緒に住んだ方がやっぱいつでも撮れるかなと思ってて。何を撮んの？俺うちらで撮ってるからいいじゃん。あ、まあそうなんだけど、まあ、なんだろうな。なんで？まあでも、そうね、三人厳しいかな。え、だ狭い？狭いに、そういう問題じゃないのよ。そう、まずそういう問題じゃない。でもさ、りょうがさ、この、まあ、忙しい時もあるじゃないですか。うん、最近、まあ、4月からも、まあ、また変わるだろうし。うん、だから、まあ、そうだね、彼氏、まあ、りょうがいない分、その人に出てもらって、まあ、一緒に、新たな、新体制少量チャンネルとして。え、そしたらさ、はい、彼氏じゃなくてさ、うん、なんか、協力してくれる人でよくない？うん、なんで彼氏なの？え、だって、もう、カップルチャンネルですもん。え、だからここでいいじゃん。ひょにょ。なんでカップルチャンネルって、なんか別に彼氏をさ、募集しないといけないの？え？だから俺とやってるから別にいいじゃん。え、でも、まあ、まあ、でもなんか人数多い方がちょっといろいろできるかなと思ってて。え、だったらもう、つーちゃんとかに協力してもらったらいいじゃん。だって、のんけだもん。別にいいじゃん。なんで付き合う必要があるの、そこ。え、何が？あ？まあまあ。いや、まあまあじゃないね。まあまあじゃないね。なんでその続けようとしてる？だってまだ撮り終わってないもん。いや、撮り終わってないって、もう、やめないよ、ダメよ。なんでそんな動画撮るの？して？消さないよ。なんでよ。ん？なんでよ。ちょっと意味がわかんないんだけど、どういうこと？なんか彼氏募集しますってどういうこと？意味がわかんないんだけど。まあ、聞いてて。ですね、条件は、そうだな、年上と付き合ってきたしな。まあ、条件はそうだね、年はあんま関係ないですね。で、あとはまあ、やっぱり、一緒にいて楽しい方とかが、一緒に笑い合える人は、僕は好きですね。笑うものを見るのが好きなので、俺と笑い合ってるじゃないの、いつも。だから言ってるじゃん。だからその、りょうがいない時に、その人に出てもらって、なんで？りょうがいる時は、なんで？何よ？なんで？どうしたの？どうしたんじゃないじゃん。なんでよ。もう、止めないでよ。じゃあもう少量チャンネルじゃなくなるじゃん。あ、わかった。
そっかそっか、そういうことか。じゃあ、新しい人も、りょうってつく名前にしてもらう。じゃあ、そういう問題じゃない。え、そういう問題じゃないでしょ。何よ。別に、りょうってつく人だからいいって問題じゃないのよ。バカなの。やっぱ一緒に住むのがダメってこと。いや、じゃあ、そういう問題じゃない。そこじゃないのよ。そもそもの問題なのよ。やっぱでも近い人がいいですね、家。いや、そういう問題でもないのよ。別に近かろうが遠かろうがそういう問題じゃないのよ。国内国外関係ないの、別に。いや、まあでも、まあ、そうね。そもそもじゃん。そうか。なんなの？ん？どうした？なんの？何をやってるの？終了。だから、嫌がらせ。嫌がらせじゃないんだよ。だから、嫌がらせなの？え、ドッキリなの？何が？え、冗談とかないんです？冗談でやってる。冗談で動画撮ってません。いつも、心身ともに。心身ともに撮ってます。何なの？もう何なんでそんなことすんの？本当に。何なの？なんでそんなことすんの？何が問題？何が嫌なの？嫌とかじゃないじゃん。だから、りょうがいて、なんか、その人がいて。嫌なことあった言って。ないないない。りょうがいて、その人がいて、俺がいて。まあでも確かにな、この家だと3人住めないかな。狭いかな、やっぱ。バカなの？お前バカなの？で、もう一人のりょうさんが多分ご飯とか作ってくれる。もう一人のりょうさんとかいねえんだよ。りょうさん俺しかいねえんだよ。そんなことない。だって、吉沢りょうとかいる。おい。そういう話じゃないんだよ。同じ字じゃん。もう、なんもう。もううるさいなぁ。なんでそんなことすんの？もうやめて、撮影する。やだなぁ。やだじゃないよ。もうやめて。うん。もうやめてよ。はい、というわけで、今回はですね、どっち見ればいいんだ？実はね、あそこにさ、あんのよ。ドッキリでしたー。イエーイ。こっち見て、じゃあこっち見て。イエーイ。え、どういうドッキリなの？今回はですね、彼氏を募集しますっていうドッキリでした。どういうこと？何、彼氏を募集しますっていうドッキリってどういうこと？彼氏を募集しますっていうドッキリで、彼氏いるけど彼氏を募集しますっていうのを彼氏の前でやるっていうドッキリ。ああ、うん、どういう反応するかみたいな。そうじゃあ僕も新しい彼氏募集します。開き直り早。はーい。はい、というわけで今回はですね、俺こんな体勢でいい。こんな体勢でいいの？あ、どっちもいいよ。はい、俺も隣に行こうか。狭いよ。いける？うん。終了。はい、というわけで今回はですね、はーい、こういうドッキリをしちゃいました。気づかなかったでしょ？気づかない。なんか変だなと思ったけど、うん、意地悪だな。まあ、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、はい、面白いなと思っていただければチャンネル登録と、彼氏になってもいいよって言ってくれる人は高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。どうやって考えたの？何が？え？募集してるよ。え？募集してんの？うん。すんなよ。